それじゃあ後の時間に入りますが、その前にちょっとこの中間の時間、また少し紹介を、宣伝をさせていただきます。一つはもうそろそろ本屋に、書店に並んでいるだろうと思いますけれども、スバル河川というマリアさんと大岡さんと私と3人で、連句を月に一遍くらい集まって巻くわけですけれども、それをスバルという雑誌と、それから岩波の図書という雑誌とに年に2回ぐらい発表してきたわけです。そのスバルの方に発表したのが一冊にまとまりまして、スバルを出している周永社という本屋から、スバル河川という、こんな形で本になりました。文人三士が杯を重ねながら遊ぶ風流の世界とこう書いてあります。なんか3人とも大酒飲みみたいな感じがしますけど、一番大酒飲みはマリアさんで、中程度が大岡さんで、一番ちびりちびりと杯3支配しか飲めないのが私ですけど、それでもちびりちびりでもお酒を飲みながら、舐めながら、やるわけですが、これが私の割合にこう、文人的なというか、多少風雅な遊びの世界です。それからもう一つは、これは今書店に並んでおりますけれども、マリア佐一さんのマリア佐一対談集、いろんな人と対談した中のものを集めたものです。おっとりと論じようと、こういうのマリアさんね、こういう言葉のやはりうまいですね。 おっとりと論じよう、まさしくおっとりと論じたものが集まっているわけですが、その最初にやっぱりそのマリアさんと大岡さんと私と3人で日本の古典の和歌の中から桜を歌った歌の名歌ですねを3人が選んで、そして座談、定談をしているわけです。それが50ページほど最初に、この座談集の最初に載っております。これは割合に私としては3人の話がしっくりと絡んでいて、テーマにしていることも楽しい定談であると思うんです。こっちの方は文藝春秋社から、そのおっとりと論じようというのは文藝春秋社から出てます。それからこれはまだ書店に出ない、もうじき大きな本屋さんには出るかもしれませんが、出版社が小さい長英社という長野県の本屋さんです。これは前にもう2年ほど前になるんですが、ちょうどイラク戦争が勃発して半年ぐらい経ってからですが、国学院の新聞学会っていうのが、国学院新聞っていうのを学生たちを対象にして出している新聞学会の OB やあるいは現役の学生たちが、戦争体験を持った者に、戦争の話を聞かせてくれと言ってきたんですね。それで対談の形で話してください、相手は歌人の福島康樹さんお願いしましたという、福島君という人は
早稲田を出た人で、短歌 あの絶叫型の朗読を時々公開している人です。その福島さんと二人で対談をしたんです。私はあのそういう若者たちが戦争の時の体験、つまり割合に近い歴史だけれども、あまり、その体験を持った人たちが、好んでは語りたがらない、そういう話を聞きたいということ、それはまあ大事なことだから、話してあげようと思ったわけです。それから大学の60年安保を中心とした時期 の大学紛争といわれる時期の話、そんなものも聞かせてほしいと言った。で、そういうのを若い人たちに、知りたいという若い人たちに少しこうじっくりと話そうと思って話したわけです。それを新聞はこう特集にして8ページほどの特集号を作って出したんです。そのうちにあれを一冊にしたいというふうな話をしてきて、僕は手は入れるけれども、そして多少それに関連したような僕の作品は使ってもいいけれども、本を作るのに僕あんまり怠け者だから、時間かけるの嫌だからと言って渋ってたんですけども、彼らがこんなふうな本にして仕上げて3、4日前に持ってきたんです。持ってきた本を見てると、表紙にこのイラクの少年の顔が、この少年なかなか賢そうで、感じのいい写真なんです。だんだん見ていくと、だんだんこう生臭い写真、見るも無残な写真がこういくつか入ってて、写真ってのはやっぱりインパクトが強いもんだと思いましたね。この写真が、こういう写真がこう十何枚か入っただけで、この本の初め福島さんと対談だけが載ってた、その時の新聞の感じとは全然なんか違ってしまった、非常に政治的な意図がこうむき出しになってきたような感じがするわけです。えっと思って僕はちょっとこう息を呑んだんだけれども、しかしまた今の新聞学会の現役の学生たちや OB たちが、なんか自分たちの今の時代の一番こう表現すべきことを、僕のと福島さんの対談を借りて本にまとめるという形でなんか表現したかった、その意図はわからないことはない。で、若者がそういう少々、イデオロギーむき出しのような、反戦思想むき出しのような形の本を作ることにある情熱を感じているのも、それもそれで、僕はそんなに不愉快に思ったりマイナスに思ったりはしないんです。ただ不用意に、いや本を作るの全部任せるからどんな本になってもいいんだよって言ったのはちょっと軽率であった。若者の意図っていうのはかなりやっぱり歓迎すべからざるものを持っていて、これを読んで非常に反戦思想あるいは反米思想むき出しじゃないかと思う人もあるだろうし、あるいは岡野は左だと思う人も、岡野は右だと思う人も、祖国なんていう名前がついてますから本に、この祖国という名前をつけたのは、これは福島君なんです。彼はこの頃祖国よというテーマで朗読、短歌の朗読やってるわけです。祖国なんて言葉はもうここ60年聞かなかった言葉が蘇ってきたような感じがして、えっと思ったんですけども、僕はそれでもとにかく僕はこれを語ったことには違いないわけで、それについてどんな批判でもそれは受けざるを得ないと思ってますけれども、しかし同時に写真の持っているインパクトっていうのを今更のように感じさせられました。僕ある時
杉吉春の漫画に、僕の歌をこう一緒にこう、加えてするとだいぶこうインパクトのある本ができるんだかなとか言ってある編集者に言ったことがありましたけれども、漫画にあの吹き出しのこうダラダラした言葉ではなくってパッと短歌なんかがこう入っていると漫画が非常に強く、ね、伝わるわけですが、これもそういう感じの本なんですが、祖国という長影者という鳥の影 者というあれですけど、まあ、おそらくこれが一番なんか書評が賛否両論の書評が出るだろうと思っているのですけれども、ちょっとご紹介を